Everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオからキウナゴヤお送りいたします。またですね、コロナ増えてきますよね。ちょっとね、名古屋の方もね、またこう、うん、今日も感染者が増えてますのでね、皆さんね、ご注意ください。はい、お隣。はい、ちょっとね、今日は大村さんのね、緊急記者会見があったり、ちょっと大変なんですけれども、皆さん、気を引き締めて予防して、そして今日は牛の日なので、私はうなぎをいただいて、しっかりスタミナをつけました。やっぱり今日の名古屋久しぶりに晴れまして、で外を歩いてましたら日焼けをしまして、腕がですね真っ赤になったダンサーズでございます。はい、あのね、一言言わせてください。はいはいはい、はい、名前言うの忘れた。滑り王子マスクマンです。はい、今日も相変わらず滑っておりますけれども、はい、今週のテーマは花火。今週のテーマは花火です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトリスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州沖縄を選択し FM ギノワンを選択してください。本日は電話ゲストのコーナーがあります。本日の電話ゲストは三振奏者でもあります与那覇正勝さんです。22時12分頃からとなります。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイトザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ陸上海上輸送一貫サポート東海協和個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナゴヤ。はい、今日も開始早々ですね、ツイキャスたくさんいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。バーモントさんこんばんは。おがちからもちさんこんばんは。青森からツイキャス見てます。ありがとうございます。コッキーさんこんばんは、久々です。ご無沙汰しております。ご無沙汰してます。沖縄にワンチュールさん、たまやかぎや、名古屋の皆さんこんばんはです。こんばんは。ラソエのしんちゃんさんこんばんは、皆さんおつです。ありがとうございます。はい、あ、おがちからもしさんはね、明日から夏休みだそうですよ。あら、いいですね。チムニーシークワさん。チムニーシークワさんさん、ごめんなさい、噛んじゃった。はい、こんばんは、僕もうなぎを食べました。一週間間違えて、先週の火曜日も食べたから、2週連続、精をつけました。よかったね。でも、まだあるんですよね。8月だったっけ。そうですね。ありますね。もう一回あるんですね。で、バーモントさんはね、私も昼はおにぎり、夜は回転寿司で、うなぎをちょっとだけいただきました。おぉ、ひろちさん、こんばんは。こんばんは。ちみにしくわさん、花火はおととい家でやりました。子供たちは線香花火が好きみたいです、ということで。あ、いいですよ ね、 今週のテーマは花火ということで、はい、メール来てますか。はい、それではですね、はい、お願いします。はい、銭形警部からですね。はい、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマ花火といえば、去年の
中市民フェスティバルのラストでダンサーズさんとみそさんに進撃のめいちゃんさんと一緒に打ち上げ花火を見たことが一番最近の花火の思い出ですね。あら、早い。一緒に見たの、はい、そうですね。そうそう、はい。今年はコロナウイルスの影響で、中大綱引きと市民フェスティバルが早々と中止が決まったので、みんなで花火を見ることができないのは本当に残念です。来年はお三方と一緒に花火を見たいですね。ってことですね。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよね。いつもね、オリオンビアフェストでしたっけ？そうですね。はい。で、結構、大きい花火を見るんですけれど、ねえ、今年は全部イベントがなくなって、最近よく花火といえば沖縄のイベントで見ることが多いんですけど、はい。なんかことごとくイベントがなくなってね。そうなんですよね。まあ今全国的にね、そういうイベントがね、ちょっと中止されてるとか、人数制限とかがね、かかったりとかしてますのでね。この前、なんかちょっとね、こう何なんか日に、なんで場所とか明かさずに花火あげるっていうのがありますけど、うんうんうん、あれマスクも見ました？花火ですか？その打ち上げ花火をそのシークレットでやるっていうのがね、はい、全国的にあったんですよ。あ、そうなんですか。まだ見てないですね。あれ沖縄ですと宜野湾でやってたんですかね。なんかね、何か所かでやってて、結構ね、まあ時間は短いんですけど、うんね、でも残念ながら私も見てないですね。愛知でも上がったみたいなんですけど。うん。ああ、そうですね、うん。王子も見てないですよね。やっぱりね、花火見るときはね、綺麗なお姉さんのね、浴衣姿をね、見ながらね。あれ、花火見るのの目的、それ？いやいや、こうね、接触していたい。濃厚接触していたい。いや、もう濃厚接触はいかんよ、今は。あ、そうなの？それがね、本当にね、夢でございます。ねえ、ひろちさんが今年の花火大会はコロナでの3密を防ぐため中止になってしまいましたが、6月にとある場所でサプライズ花火が見れたのでよかったですということで。あ、はい、あ、じゃあやっぱりそうなんだ。そうなんです ね。サプライズでの花火見れたんですね、ひろきさん。まあ、そうですね。今アナウンスしちゃうとたくさんね、集まっちゃうかもしれないですもんね。チムニシッカーさんがシークレット花火は大豆くらいの大きさで見えましたけど、で大豆ちっちゃいちゃい、ね、浴衣のお姉さんいいですねって。だよね。そこフォローしなくていいですよ。大ゴミさんが濃厚接触しながら花火見たいな笑い。だよね、やっぱりそうだよね。みずちゃん、こういうのはどう？シークレット王子が現れるっていうのは。やだよ。やだ。はいはい、お引き取りください。じゃあ、気を取り直してメールいきます。はい。はい、旧名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんは。こんばんは。にゃ。読谷村の古門いかりです。ありがとうございます。ありがとうございます。今夜のテーマ、花火。花火といえば、大きい花火、小さい花火と様々ですね。どちらもパッと華やかに輝き、あっという間に終わってしまいます。花火が終わった後って、ちょっと寂しさというか、切なさというか、感じませんか？まだ続きがあればその寂しさはかき消されますが、やはり数が尽きてしまうと、終わってしまうと寂しさを感じざるを得ないという、楽しいことってあっという間に過ぎていく感じがしますね。花火も一緒かなと思いますが、皆さんはどう思いますか？では楽しい番組はあっという間に終わってしまう感じをさせるお三方、最後まで頑張ってください。ありがとうございます。でもね、言われてみるとそうなんですよね。こう華やかなことがね、こうパッと終わってしまうとね、ちょっとこう寂しさを感じる時ありますよね。まあそこが終わった後、こう王子のね、本領発揮なんですけどね。どういうこと？そこからこう浴衣のお姉さんをちょっとこうお話ししたいなみたいな。また浴衣のお姉さんにつながるの？だってさ、この時期しかないじゃないですか。そのね、浴衣を着ていらっしゃるね、方々がにお会いしてお話しするのもね。ねえ、それ俗に言うナンパってやつ？お引き取りください。王子ナンパするの？いや、王子の場合はね、向こうから来るんです。え？いやいや、じゃあ女性の方からちょっと、もしかしたら王子がいらっしゃいませんかっていうね、声をかけていただいて。ふざけるなという願望があります。あ、願望なんだね。そうだよ。
うん、そう、びっくりした。なんか声かけてくるのかなと思って。あのさ、真剣な顔してこっち見ないで。いや。なんかね、今ね、こう、みそちゃんの顔見たらね、もうドキドキしちゃったもん。はい。あんた何を言ってるの？ですね、ツイキャスがいただいておりまして、はいはい、シュプリーム、シュプリームさん、こんばんは。スティービーワンダーです。こんばんは。こんばんは。はい、この、なんか何違う名前を語るの流行ってる。はい。いろんな番組で。いろんな番組でね。FM ドワン各局で。うん、あります。各局じゃない、各番組で。ぜひ、今度ピアノ、よろしくお願いいたします。チムニシュー、シークワーさん、フォローしなくていいんですか？いいんです。はい。で、太鼓部さん、王子モテモテ。あ、願望か。いや、そうそう、願望、願望。この人、妄想激しいから。願望じゃない、妄想か。妄想です、願望じゃないです。妄想なんですよ。妄想族だね。はい。はい、ということでですね、ゲストコーナーがありますので、はい。CM の後は、ゲストコーナーです。ですね、まだちょっと1分早い、ね。何いいじゃない、もう。いや、あれダメだよ。いいじゃん。いやいや、もう行きましょうよ。え、いいんですか、うん、はい、はい、わかりました。今日走ってますね。走ってますね。いいんだよ。走ってますね。キユナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備、塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、052-653-0071までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話098-884-5901、中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キユナ名古屋。春に咲く、はい、ゲストコーナーです。今日は、三振奏者でございます与那覇正勝さん、かっちゃんです。こんばんは。こんばんは。はい、与那覇正勝、かっちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ダンサーでございます。ラジオとしてはご無沙汰しております。そうですね。はい、ですね、いろいろ、ちょっと大変な時期でございましたけど、この大変な時期の間っていうのはどのようなことをされていらっしゃいましたでしょうか？そうですね、まあ、大変な年になりましたよね。はい。もうコロナの早い収束を願ってるんですけどね、本当にもう3月から自分もこうやって演奏活動で仕事させてもらってるんですけど、はい。やっぱりコロナ3月、ちょこっと演奏の仕事入って、その後やっぱり、全部ね、中止だったり、延期になってしまったり、はい、やっぱあったんですけど、はい、延期って言ってもやっぱり延期というのはやっぱり中止みたいな感じになっちゃうんですよね、やっぱね。で、やっぱり、ね、亡くなった仕事はもうね、やっぱり多少帰ってきたのもあったんですけど、まあ、今からちょっと少し良くなって、少しずつ、新しい仕事がまた入ってきてはいるんですけど、はい、まだまだやっぱり自粛がね、あるので大変かなと思うんですけどね。はい。はい。以前ですけど、Facebook だったと思いますけど、はい、オンラインライブをされていたんじゃないかなと思ったんですけども。
オンラインをしようと思ってたんですけど、できなくて。あ、できなかったんですか？できなかったんですよ。ああ、そうなんですね。できなくて、本当にね、ちょっとそういうのも、ちょっと苦手っていうか、そうやって言ってられなくてね、ちゃんとやっていかないといけないなと思ってたんですけど、ちょっと、できなくて、ね。ああ、そうなんですね。はい。うん、結構ですね、オンラインでされてる方もいらっしゃったので、何かね、そういったサポートができる方がいらっしゃればね、そうですよね。いいのかなと思ったんですけども、YouTube とかですね、そういったもので、動画で流されてる方もいらっしゃいますし。そうですよね。はい。今後ですね、自粛とか言いながらもですね、ウィズコロナってよく言ってますけども、コロナとの付き合い方で、きちんとですね、対策をしていれば、やれる範囲もあるのではないかなとは思いますけども。そうですね。やっぱ対策しながらやっぱやっていこうっていう、はい、やっぱいろんなイベントも、やっぱ少しずつ出てきてるので、はい、自分も先日は福岡の方にもね、県外移動解除になった直後ぐらいだったんですかね。はい。ちょっと開店祝いのちょっとイベントがあって、はい、そこに演奏に行かせてもらったんですけど、はい。いろんな対策しながらだったら、やっぱりやっていくのもんじゃないかなっていうことで、思ってるんですけど、はい、やっぱ8月に入っても、7月、8月に入っても、やっぱり、ね、開店祝いだったり、今度は、新築、事務所の、はい、新事務所、社員寮の新築祝いとか、少しずつ入ってきてはいるんですけど、はい、で、またちょっと大きいイベントなんですけど、8月の8日、9日のイベントなんですけど、はい、今度は金沢で、金沢開催、はい、ハイサイ金沢っていうお祭りが、開催されるってことで、はい。この2年前から始まって、今回が3回目ってことで、はい。1回目、2回はちょっと賑やかだったんですけど、はい、今年はどうかなってことで、ちょっといろいろ試行錯誤しながら、はい。縮小しながらも開催決定で、かっちゃんも今回初めてゲスト出演させていただくんですよ。ああ、そうなんですね。そうなんですよ。ね、いろんなところでまたね、名古屋もそうですけども、石川県、金沢の方でもこうやって沖縄のことをね、はい、広めていこうっていう文化があるので、はい、それに参加できるってことは嬉しいことなんですけど、はい、こんばんは、マスクマンでございます。お久しぶりでございます。お久しぶりです。いや、どうもどうも、本当にお久しぶりです。かっちゃんね、私の場合はですね、ね、はい、濃厚接触 OK ですので、ね、かっちゃんのね、三振を弾きながらのね、素晴らしい歌をね、はい、耳元で聞きたいと思ってますよ。本当ですね、そこから本当にいろんなところにね、皆さんにね、こういう素晴らしいそういう楽曲なんかをね、かっちゃんのね、届けたいと思いますけどもね。ただコロナは広げちゃいけませんけども。ね、そうですね。うん。もうかっちゃんそういう素晴らしい歌をね、ルオンちゃんも含めてですね。そうですね。また、今度、実はうちの娘もね、去年8月にね、デビューさせていただいて、はい、もうあっという間に1年で、8月の10日で1周年になるんですね。もうね、ね、かっちゃん、お父さんを含めてね、ルオンちゃんもね、スーパースターじゃございませんか。いえ、もう皆さんの応援があってですよ、本当に。もう、うん、前までは、やっぱり、かっちゃんの娘さん、かっちゃんの娘さんとか言って言われてたんですけど、はい、最近はですね、嬉しいのか悲しいのか、ルオンちゃんのお父さんになっちゃった。あれ呼ばれ方が。いや、もうね、成長されてて、本当にですね、素晴らしいと思いますよ。もう、ね、それにあやかってね、滑り王子もですね、はい、ね、はい、後についていきたいもん。ね、お引き取りください。って言われてますけどね。あまりご迷惑になるといけませんので。いえいえ、でも本当に皆さんに本当に応援してもらってるのもすごい、名古屋から行って、ね、高校入って、心細いんですけども、でも皆さんが沖縄行くときに、ルオンの顔見に来たよとか言ってくる、とっても嬉しいって言って、よく電話あるんですよ、すぐ。来てたよとか言って。そうですね、お二人のですね、その笑顔を、いろんな形でね、はい、SNS で見せていただきますけどね、こちらもですね、はい、勇気、それこそ元気をね、いただきますので、ね、どんどんそういう、アピールしていただいて、全国にですね、はい、ロンちゃんの素晴らしい歌をね、応援していただきたいなと思っています。ありがとうございます。ね、お隣にね、味噌煮込みすぎがいますので。はい、かっちゃんご無沙汰してます。ご無沙汰してます。もう、ね、今度メイク応援して、
ね、飲みながらでも語り合いたいですね、本当に。ほんそうですよね。ねなんかね、オーブの、ね、ところでもね、方のライブをさせていただいて、楽しい時間を過ごさせていただいてね。いつも応援ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。またね、そういったことができるといいな、なんて思ってますけど、なかなか今厳しい状況で。ですよね。ね、あと、ルオンちゃんもね、すごいネーネーズのステージで見させていただいて、なんかもう本当にすごい、なんか、りょんちゃんの成長もすごく嬉しくて。ありがとうございます、本当に。もうなんか皆さんよね、本当に娘のようにこうやって。いや、もう本当にマミさんに怒られるかもしれないですけども、本当に成長が本当に私も楽しみでというか、もう本当に嬉しくて嬉しくてですね。ね、でもこうやって、なんかどん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 で、こうやって沖縄の音楽が、その、いろんなね、沖縄だけではなくて、その、愛知県、いろんな県に広がるっていう、ね、輪が広がるっていうのはとっても嬉しいことですのでね。そうですね。本当にまた、雪名古屋さんのこの沖縄とね、名古屋の、なんか架け橋にならないなりたいなっていう、また思いのラジオって素敵だなと思ってますので、ありがとうございます。そうやってゲストで出演させていただけるっていうのはとっても嬉しいので、いまだ何かあったらまたぜひ、今度は、三振弾きながらでも、出演させてください。ありがとうございます。でも、こうやってかっちゃんがこうやって、こう、愛知県でも沖縄の音楽をこうやって広めてるっていうか、こういうふうに素敵な文化を伝えてるっていうのは、本当に、私たちの番組も、もう本当に嬉しいですし、もう、はい、もう、こういう形でしかなかなかね、応援ができてないんですけれども、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。本当にまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、またね、まあ、こういう時代で大変ですけれども、はい、あれですよね、またイベントとかそういったことも、そうですね、依頼があればやってくださるということで。8月の8日、9日は金沢なんですけど、8月の15日は、片野市、はい、大阪の片野市の大黒さんの盆踊りだったり、はいはい、あと一つは、8月の19日に、はい、ラウンドワンの、はい、梅田店で、全国愛知県の大阪なんですけど、はい、ボーリング、ラウンドワンのボーリング会場がステージになって、はい、全国で使用ができるイベントに出演させていただくんですよ。すね、夕方なんですけど。ボーリング会場で、大丈夫ですか？また斬新ですね。斬新ですね。それでオファーいただいて、これも4月だったんですけど、それがちょっと延期で8月にってことになりましたので。はい、ああ、そうですかね。これまた延期にならないようにね、願いたいですけど。ね、本当ですよね。こういった詳しい情報というか、最新情報っていうのは、Facebook か何かで。そうですね、今は Facebook とか LINE とか、はい、またホームページもちょっと解説しようかなと思ってますので。あ、ぜひよろしくお願いします。与那覇坂津で検索できるように頑張ります。はい。まあ、今でしたら、やはり、Facebook か何かで、そうですね。今、Facebook になりますね。Facebook で、与那覇坂津さんで検索してっていうことですね。そうですね。はい。はい、ありがとうございます。はい、今、ツイキャスの方来ておりまして、タイコピさん、はい、今年は金魚祭り中止なんですかというふうなんですけど。そうだ、金魚祭り中止なんですよ。ああ、そうなんですね。毎年参加させていただいたんですけどね、ステージゲスト呼んでいただいたんですけど。ちょっと今年は中止になりました。ああ、そうなんですね。そうなんですよ。はい、もう大阪でのイベントもですね、実はこのラジオも、はい、関西方面でもお聞きいただいてますので。ああ、そうなんですか。はい。リスナーさん、関西方面の方もいらっしゃいますので、ぜひですね、はい、お近くの方はお立ち寄りいただきたいなと思います。そうですね。ぜひ、はい、また皆さんと出会いたいので、で、私に、ね、はい、また、続けていきますので、はい。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。本日は、与那覇坂津さんでございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ニフェーデビルはい、メール行ってもよろしいでしょうか。はい、はい、お三方こんばんは、フルムン新一です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、テーマ花火。僕的に花火といえば山下清の花火。
僕が小学生の頃、今は亡きデパート、沖縄山形屋で山下清の展示会が開かれました。母親に連れられてその展示会に行ったのですが、そこで見た花火が清の見た夢とともに印象に残っています。色とりどりのちぎり絵をモザイク状に敷き詰めたちぎり絵がすごく美しかったです。ということで。写真も添付されてるんですけど、ちょっと白黒でちっちゃいんですけど、実は私も、その絵は、見たことは、本物じゃないんですけど、その写真で見たことあるんですけど、うん、本当にちぎり絵でね、綺麗に。本当山下清さんならではの、そのちぎり絵の世界っていう感じでね、独特の世界の、なんですけれども、そういう写真とかですね、実物はやっぱり王子も見たことないですね、ドラマなんかのね、よくやったことがありますよね、そういうとこからこう、ね、見せていただきましたけども、現物っていうのは見たことがありませんけども、でも花火もあれですね、そう実物もそうですけど、やっぱり絵画で表すとか、写真で表す花火っていうのもまたね、ちょっと違う魅力がありますよね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、バーモントさんからですね。ありがとうございます。ありがとうございます。毎年お盆前になると友人だと兵庫県は淡路島の花火大会を見に行っていました。石垣玉がドーンと打ち上がることで有名だったのですが、昨年は開催されず、今年もウイルスの影響から開催が未定ということでちょっと残念です。あと昔々友人だとロケット花火で遊んでいた時に倒れないようにしっかりと置いていたら着火したはずなのに何かの拍子でパタンと倒れてしまい、見えとるぐらい離れた自分がいるところに飛んできたんです。あるでも。なんとか避けられたので無事でしたが、くれぐれも花火をするときは安全第一では、ではではということなんですけども、はい、そういうことあるよね。いやあるある、なんか ありますね。こっちに飛んでくるみたいなあります、ね。王子ね、いつも思うのは、これ何でしたっけ？線香花火ですか？線香花火。はい。線香花火がね、足に落ちたら多分熱いだろうなって、いつも思うんだよね。よくゾリでやりますもんね。夏場危ないからね。サランさん、はじめまして。はじめまして。はじめまして。ありがとうございます。FM 技能案ですか？はい、そうです。名古屋の放送なんですか？はい。はい、名古屋から発信をして、FM 技能案から放送しております。というね、はい、なんでしょう。みそちゃん、たまには、名古屋弁を。そんな、嬉しいでかんわ。いいね。はい、ということでね、もうあっという間に時間が来てしまってね、はい、そうなんですね、はい、で、スプリームさんもヒロチさんも花火の思い出をいろいろあったんですけれども、はい、もう時間ごめんなさい、エンディングですね、はい、エンディングです、はい、はい、来週のですか、来週のテーマは、はい、台風。はい、台風のエピソードお待ちしております。この番組は陸上海上輸送を一貫サポート、東海協和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル8、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里、中村製菓、高級木材のご用命は中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ、もう時間ですね。もう時間。はい、ありがとうございます。どうぞ。はい、皆さん、今週もね、ありがとうございました。ありがとうございました。マスクマン閉店ガラガラ言い損ねました。タイミングをちょっと ね、逃しちゃいましたね。今言いますか？いや、ね、はい。で、これ、タイコップさん聞いてるかな？金魚祭りないけどさ、王子祭りはどうかな？開催できると思う。はい、はい、また来週。ということでですね、はい。はい、あと10秒です。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。さよなら